込めば城を取れるかもしれない。おっと、諸君もなかなか往生際が悪い。果たして我々だけで防ぎきれるか。いきますよ。ハッハッハッレイ。守りは我らが受け持った。何者にも抜かせはせぬぞ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな、私についてきてくれ。行きますわ。目の前にして、レイ、撤退だ。今はこの喜びをかみしめましょう。よくやってくれました。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。
様のとへ帰り誓いを全うせん。申し上げます、リーホー様、モータク様より援軍が来着。これは心強い。いざこの敵中を突破せん。間に合ったか。いざ共に関羽を打ち果たさん。関羽殿は軍神と呼ばれるほどの難敵、協力して当たりましょう。狙いを定まった。
敵の足場を崩し戦意を損敵をどうしかたがえることになるとは以上申し訳ござらぬ。ついに追い詰めたか。皆艦を包囲せよ。敵将討ち取りましたわ。おお、お前の戦並大抵ではないな。あの地を抑えるぞ。進め。切り伏せてこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった、いざ。欲しいと思われますか。いや、希代の英雄ではあったろうが、どこまでも敵であったならば、やつもわしが踏み越えてきた男たちの一人に過ぎぬ。それが乱世のありようであると。だがこれで天下は大きく動くであろうな。関羽が去り、そしていずれわしや劉備らが去り、時代は士官やお主らのものとなろう。その時天下はどのような姿を描くのか、それを思うと楽しみでもあり、また悔しくもある。やはりどこまでも見届けたいと思われますか。無論だが、ひとたる身にはかなわぬ夢よ。いや、
だからこそ人はその生を燃やすのであろうな。時に芝居よ、士官をどう見る。わしを継ぐに足るか。聡明であらせられると存じます。ですが目指す先は殿とは異なっておいでかと。うん、それでいい。己が信じる道を行くことこそ覇道を継ぐということよ。今は一魂去りし時と来たる世に灰を掲げようぞ。伸びてくれればこれより先へは断じて進ませぬ。今度止めろつまじろを嘘する。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。俺はなんて不幸者なんだ。殿の命数が迫っているなんて知りもしないで結局何も恩を返せなかった。分裂、落胆しているのはお前だけではない。父の死は天下そのものをも揺るがせている。義を築いた後進たちも次々と一線から退き始めた。この動揺を早く沈めなければ、曹孟徳が積み上げてきた覇業は追放に帰す。その子たる我々に肩を落としている暇はない。そうだ、俺は宗家千里の駒。こんな時こそ誰よりも全力を尽くさなければ。不甲斐ない姿を見せて申し訳ありません。曹分裂、これよりは士官殿のため粉骨砕身の覚悟でお仕えします。うん、その素直さこそお前の一番の強みだ。頼りにしているぞ。曹丕殿、帝から御事乗りですよ。あなたを義王に奉じるとのことで。義王か。
順当に総猛徳を告げと言ってきたか。だが破行を成し遂げるにはそれでは足りぬ。私は父の先へ進む。いや、この場合は上と言うべきか。殿の上？それは一体？つまり宗妃殿が帝になると。この葬儀をより確固たるものにするため、そして天下を平らかにするためにはそれが妥当だ。なるほど。波風は立つでしょうが、抑え込めないほどではない。すぐにでも動かれますか？ああ、帝にはしかるべき手順を踏み禅譲していただく。そこからこの宗主官による新たな世が始まるのだ。漢王朝の命運もここに尽きるか。し、迂闊なことを口にするな。宗家の人間が聞いておるぞ。聞いたか。今度宗妃様が帝になられるらしい。え、今の天子様はどうなるんだ。まさか宗妃様は帝から禅譲を申し出られていると聞いたが。バカか、誰が好き転んで禅譲するんだよ。宗妃様が圧力かけてそう仕向けたに決まってるだろう。じゃあ禅譲を断っているのもご自分が疑われないため。はあ、宗妃様は怖いお人だな。そうだ、とんでもない極悪人だぞ。